皆さん、ごきげんよう。今回紹介するのは、2022年公開の、テリファー、終わらない惨劇。現代、テリファイアーズ。監督と脚本は、デイミアン・レオーネ。主な出演は、ローレン・ラベラ、エリオット・フラム、デビッド・ハワード・ソントン、など。1年前の惨劇で絶命したかに見えた、連続殺人鬼のアート・ザ・クラウンが死体安置所で息を吹き返し、再び街に現れた。残虐性と冷酷さを増したアートは、シエナとジョナサンを標的にし、ハロウィンで賑わう街で犠牲者を生み出していく。というストーリー。前作の直後から話が始まる、シリーズ第2作。1970年代の古典的な B 級ホラーの雰囲気はそのまま踏襲しているので、前作が良かったのなら見て損はない。ただ内容の割には、とにかく尺が長すぎる。大げさな演技による人間ドラマは退屈だし、アートの正体に迫るような伏線があるのに、中途半端な回収方法で消化不良。そんな中、シエナ役のローレン・ラベラの体当たりな演技は光っている。ということで、評価は。Thumbs down.